皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回は This is a Police 続きをやっていきましょう。21日目になります。じゃあいつもの通り朝刊のチェックからしていきますということで、まず新型インフルエンザ大流行は目前ということで、日付は8月4日なんですけど、どうなんでしょうね。このフリーバーグは南半球なのか北半球なのかによって夏、冬、全然違いますからね。もう一つ、スタジアムの再建資金行方不明に。これ結構な額になってるんじゃないですか？で、最後、ホームレス男性宝くじで2300万ドル獲得ということですね。羨ましいな。宝くじはね、ジャンボ系は毎回買ってるんですけど、一番当たっても1万円とか、そんくらいだった気がしますね。さあ、では、今日のシフトですが、ダリアスが欠勤、さらにマギリガティとダリアスの2人はチベットに旅立とうとしていると。ほう。さらにメインに関しては二日酔い、疲れすぎてフラフラ。何？ビーズリーに関しては今日は、じゃあ何、警官は1、2、3、4、5、6、7人いるけど、刑事はモーザー1人か。なんてこった。BGM はいつものスイートジンジャーグリーンを聞いていきましょう。ペナルティか。フリーバーグ警察の仕事ぶりは満足のいくものではない。したがって予算を削減。マジか。厳しいな。あれ、今1人オフしちゃったの？一番優秀な警官をオフしちゃった気がするな。まあ今となってはだけどな。強盗です。湾口倉庫エリア。湾口倉庫の警報器が鳴り出した。現場担当の監視員から応答はなかったが、店主からは特に変わったことはないとの報告を受けた。監視員は年配の飲んだくれ男で、倉庫内で寝てしまうこともしばしばある。警報が鳴ったのは冷凍魚が保管されている場所だ。まあ、これは多分ね、誤報だと思うんで、一人だけ送って終わりにしましょう。レイクウッドに 担当してもらいます。で、ストロングは、そうか、一番頑張ってくれてたんだけど、ここで解雇してしまったんだな。で、さらに警官ですけど、まずは警官スロットで、A、B で、ちょっとうまいことやっていかなきゃいけないけど、今シフト A の方がいるんで、シフト B に1人。シフト A に1人、シフト B に1人、さらにシフト A に1人で、シフト B に1人という感じで、やっていきましょう。警官の数はいくらあってもね、足りないぐらいですからね。で、アジア人の警官を雇用という話ですが、厳しいよなー。で、スワット部隊のアップグレードは却下ね。まあ、それそうだよな。で、警官のスロット強化も却下。なるほど。で、サンド一家からのヘルプ要請。このサンドからの要請を受けている以上、市からのね、その評価が上がることはまずないですからね。で、サンドからの依頼内容ですが、ボルガの手下どもが火炎放射器を用いてサンドの名にちなんで名付けられた波軌道を全焼させた。これは明らかに警察の出番だ。まあ確かにそうだね。火炎放射器持ってきたらね。じゃあここはミルサップに行ってもらいましょう。さあ、湾口倉庫の方が誤報だったらいいんですけどね。
誤報でしたね。鳥の群れに反応して警報器が作動してしまったようだ。警備員は電水状態で売春婦と一緒にいるところだった。いや、羨ましいな。電水状態で売春婦か。最高じゃないか。今$26,000しかないんだな。おっと、レイプ事件だ。これはすぐに駆けつけましょう。ゲットウチク。年配の男性が飼い犬を夜の散歩に連れて行くと、男と女が暗い路地に入っていくのを見かけた。そして女の叫び声が聞こえた。助けて、レイプされる。なるほど。レイプされるというのは聞き捨てならんということで、男も派遣しましょう。売春婦と一夜を共にするにしても、やっぱりね、その瞬間の瞬間はやっぱ愛してあげなきゃダメですからね。おっと、自動車強盗が発生してる。警官の数が足りてないんだけどな。まず戸締まりをしていた年配の女性が、2人の若者が通りの向かいに止まってあった車の窓を割って乗るところを目撃したと。これ確実に強盗事件だな。2人送りましょう。でドラッグストアの強盗事件、こっちの方はというと刑事を出すんだな。ただ出せる刑事が誰もいないか。しょうがないな、警官がいない以上は。お、レイプ決闘地区。服の破れた女の隣に怪我をした男が横たわっている。意識がないようだ。女は狂乱状態にあり、背後に何かを隠している。もうなんかでも傷ついてるし、服も乱れてるし、何があったんだろう。どうしようかな。心配するのは何も問題ない。目撃者がいるようだにしましょう。犯人を捕まえた。大丈夫だね。OK、OK。で、強盗事件の方に出せる刑事がいないんだよね。今、残念だけど。全員、出払ってるっていう言い方をすると、いい言い方なんだけど、実際には休んだり帰ったりしてるだけなんですけどね。で、役所からの依頼が入っています。今日フリーワークでポップシンガーのジェナーロ・クレスポがコンサートを行う。コンサートの主催者に厳重なアーケードを約束したので、有能な警官を警備に揃えてほしいと。ただ3人もちょっと無理なんだよね。今却下せざるを得ない。タイミングがね、もうちょっと早ければ、遅ければなんとかなったんですけどね。さあ、夜も更けていきますというところで、またサンド一家からのヘルプ要請が。婚約パーティー会場のテーブルの下に強力な爆発物が仕掛けられているのが見つかって、パーティーは台無し。爆弾処理班がすでに爆発物を解体処理したが、念のため警察が現場に入り、状況確認とゲストの安全確保を行った方がいいだろう。爆発物まで仕掛けてきたか。なかなか強硬な手段に出てきますね、サンドイッカーに対して。まあ、おそらくボルが一味の妨害行為だとは思うんですけどね。たまには早く帰りたいけどな。八百屋での暴行事件。二人の女と一人の男が黒人のカップルにブーツで殴りかかっているところを目撃された。ちょっと待ってね。二人の女と一人の男、つまり合計三人が黒人のカップルにブーツで殴りかかってるんだね。地元のショップ店員が警察に通報すると警告すると、男は逃走したが、二人の女は攻撃をやめなかった。マジか。なかなかだな。じゃあここはチームミルサップにレイグッドに行ってもらいましょう。
で、現場に到着してますね。うん、大丈夫だね。新しい写真は見つかってないか。さあ、もう夜も2時だろうかというところなので、業務を終了していきましょう。強盗事件の報告が入ってるけど、送らなかった。まあ送れなかったって言った方がいいよな。送りたいんだけど送れなかった。はい、というところで21日目プレイをしてきました。いかがでしたでしょうか。明日はシフト A になるのかな。いや違う、 B になるんですね。はい、というわけで、21日目プレイをしました。いかがでしたでしょうか。次回は22日目ですね。続きをプレイしていきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんお楽しみにしていただければと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。